有言実行、川野にはまだ早かった。さあ、それでは、戦いを終えましたお二人に感想などを伺いたいと思います。まずは惜しくも敗れてしまった川野選手に一言伺いたいと思います。いや、勝ってると思ってたんですけど、まだ勝てないみたいです。頑張ります。ありがとうございます。では見事勝利した時戸選手に一言伺いたいと思います。リベンジバッチリします。ありがとうございます。死力を尽くした両選手に大きな拍手をお送りください。さあ、ということで、ここからはですね、エンディングに、入っていきたいと思います。さあ、ということで、改めてですね、死力を尽くした両選手に大きな拍手をお送りください。はい、じゃあこのまま表彰式入っていきます。はいはい、ということで梅原さん、はいはい、全4カード、うん、終わりました。はい、今回の獣道4、はい、いかがでしたでしょうか。なんか、まあ、毎回熱いんだけど、うんうん、今までは、なんていうか、どっかちょっとこう、他人が必死になって勝負しているところをこう、まあ、愉快にね、うん、まあ、興奮もするんだけど愉快に見てるようなところがあったんだけど、今回は、まあ、シューティングなんかは結構ね、ハッピーエンドな雰囲気があったけども、うん、その他の組み合わせに関しては本当に、まあ、負けた方は、まあ、全員同じような苦しそうな表情だし、ね、うん、勝った方も、まあ、ゆうべがさんとか、うん、あとはカズ君も、うん、勝ってる方なのにもうちょっと我慢できない、まあ、感極まるというようなね、うん、やっぱり見ててなんていうかこう、まあ、その、まあ、勝った方も負けた方も、まあ、財産なんだけど、うんうん、なんかこう過酷な勝負をこう見てちょっと心苦しいというか胸が苦しくなったね、うん、今回は全体的に。別にみんなその勝負の土俵に乗ってきたし、うん、勝ちはきっとやっぱ俺強えって言えるから、うん、負けた時にあの傷を負うのは当たり前なんだけど、まあ、とはいえやっぱりそれだけこう長い期間こう練習してきて積み上げてきたものがあるからこそのそういう、まあ、ダメージだと思うんで。そうですね、うん、まあ、でもそこで、うん、まあ、上原さん自身が戦いの場に立ったっていうのが、うん、やっぱり説得力があると思うんですよ。そうね、俺は、うん、あのもうちょっとワンランク上の真剣さというかね、あの、やばみがあったから、まあね、オールインで戦うっていうことに、ね、なるんで、まあ、そういう部分では、まあ、そのまあ、心苦しいっていう言葉はありましたけど、うん、まあ、胸を張って獣道は続けていただきたいと。そうですね。で、うん、やっぱり、まあ、勝者はもちろんおめでとうなんだけど、うん、今回負けた人たちに対して思うのは、うん、あのまだ終わりじゃないから別に、うんうん、あの勝負って続けてればやっぱりまた勝って実績積んで、うんうん、でそうなった時にまたでかい舞台で戦えるんで、うん、そうですね、うん、まあ、まあ、
火鉢に殺されたものよ今は。火鉢まで一生懸命命持っていったけど、まあ、火鉢に倒されてボム効かねえと、うん、別に簡単だよ、また金りゃいいんだから。うん、くしくもね、あ、不屈の男夫婦さんが今日勝った、夫婦さんね、 SPS さん勝ったんで、そこはみんな終わりじゃなくてまだリトライ、ただ数コイン目だっただけなんで、そう、まあ、そういう感覚でまた一から、まあ、しばらくはね休養をすると思いますけど、まあ各選手ね、うんうんうん、っていうそういう感想を持ちました。で、うん、まあ再三言ってきて、うん、まあ、別にこの、ね、勝負に金目当てで来たやつは一人もいないと思うんだけど、そうですね、まあ、とはいえ勝った人にとっては、うん、まあちょっとしたまあ ねぎらいというか、そのまあ報酬、うん、まあなんだろうな、まあ、誇らしい、あ、勝って、うん、金をもらう、で負けた人たちにとってはちょっとまあ癒しというかね、うんうん、まあ、旅行でも行ってくださいよって、うん、いうそういうお金になればいいかなと思うんで、うん、まあ、皆さんビッツを ね投げてあげてほしいなと思いますね。はい、うん、さあそして、ここでですね現在、いただいております、うん、本日の獣道4に、うん、来ているビッツの、現在集計をご報告させていただきます。はい、210万ビッツ。お、これはですね、なので、まあ、ビッツと言ってますけども、はい、ジャパニーズ円です。そうですね、はい、まあ、これ一応ツイッチなんでドル換算で書いてあるんですけど、あ、ドルなの ?2 万1000ドル。あ、じゃあもうちょっとあるんじゃないですか。もうちょいあるね、今のレートがどうか分かんないですけど。はいはいはい、うん、で、こちらはですね、2万1000ドル本大会にご出演いただいた選手の、皆さんに、うん、しっかりと分配をさせていただきますが、はい、ただ、これ深夜まで、うん、ビッツの方受け付けてるんですよね。そうだね、じゃあアーカイブ見て、そうですね、うん、ちゃんと、ね、今日終わりの時点までのビッツを、うん、分配させていただくということで、3行ぜ、3 行ぜ3万ドルビッツ、うん、3万ドルか、俺もなんだかんだで、ね、3使ったんだから今回アジだよあなた3行ぜ3、あなたすごいねやっぱりね、うん、でもまあ人々の苦しむ顔が見れたから満足です。なるほどね、うん、そうだね、まあ、そう、まあそういうね、うん、今後にもつながるし、うん、まあそうか、皆さんのご支援、はい、お待ちしております、うん、よろしくお願いします。はい、ということで、こちら一応ビッツの購入方法とか何度も言ったんですけど、うん、コメント入力欄の横のですねダイヤのマークからまずはビッツをご購入いただいて、うん、クレジットカードペイパルなどでご購入いただけます、はい、でご購入いただいた状態から、こちらですね、ビッツを、もう一度ですね、コメント入力欄のダイヤのマークを押すとビッツを投げることができるという形になりますので、うん、ぜひともですね皆様、この後アーカイブをね、第4カードから見たっていう方がね 1,2,3 見直してまた投げるとか、うん、いやもうねあるやもし、本当に年取ったのかなと思ったんだけど、うん、なんかね 3つぐらいちょっと、うん、やばい、これ泣くのかなみたいな。わかる、自分の試合だとさそんなことないんだけどさ、わかる、なんかもう見てらんなかったね本当に。今日はね、うん、ちょっとそこで来ないだろっていうところでの、うん、グッと来るのが来て結構あったな、不意打ちが多かった、うん、ので、まあ、皆様ぜひですね本日の、対戦カードすべて、見ていただければと思います。はい、ということでですね、梅原さん一応来年のビース TV どうしますかって台本に書いてあるんですけど、はい、どうしますかったって別にどうもしないでしょうよ。あー、あれか、ん、あれですか、なんかやんの、あれは別にいいですか、あれは、うん、いや、まあ、まあ、とはいえね、年明けたらストリートファイターリーグまだあるし、そうそうそう、あとカプコンカップもね、まあ、一応代表持ってるし、あ、そうですそうです、だけど、うん、まあ獣道もね、うん、やりたいですけどね、うん、うん、来年すぐもうやんの、いやすぐはできねえだろうけど、できないでしょさすがにやりたくねえだろう、こんな見せられてみんなまあ年一できたらいいよねぐらいの感じだよね、多分な、はい、